おはようございます。8月2日水曜日です。本日の水揚げ状況は少なめですね。おはよう。そうですね、昨日やっぱりまあ風が結構あったんであんまり出てないかな。まあでも八方が少し並んでるっていうことはキス量は出てますね。どれの量かはまだ分かりませんけど、トギスの量は少し出てます。はい、まあどっちにしてもあんまり多くはなさそうですね。はい、見ていきましょう。はい、そうですね、コギも出てないことはないんですけどね、まあ件数が少ないかな。まあ、今日がね水曜日ってこともあって、そんなに出てないですね。はい、こちらはね中ギスですね。粗いのが、あ、いいね。今ねすんごい形がいいですよね。美味しそうな形してます。まあまあ大きさがあります、まあ、ただ数が少ないからね。この大きいやつもみんなが狙いますんで、やっぱ値段がね上がってしまいますよね。はい、ハモもねやっぱ少ないですよね。いい方ですけどね、まあ、こうやって少ないとってずっと少ないんですけどね、いい値段しますよね。はい、競り場ですが、そうですね、前の方はずっとキス後が出てきそうですけど、まだ出荷前なんでね、また後で見に行きましょう。それ以外は小物が少し、はい、こちらは年長が2列ほど並んでますね。あ、これは綺麗ですね。あ、昨日もすごい値段してましたね、やっぱりね。まあ今日も一緒と思いますが、どうでしょう。今日は少し買いたいんですけどね。はい、こちらはチヌですね。おはようございます。あ、こちらも小物が少し、出られてるのは本当にね何件かですけどね。まあ少ないですよね。はい、送りの2ですが、今日はね水曜日なんですけど、まあ全部が全部休みじゃないんですけどね。まああってもね、やっぱ水曜日ってことがあって2がね集まらないんでね、やっぱ少なめですね。はい、ちょっと送りも寂しいです。はい、ヘダイがいますね。ヘダイがとにかくもういないですよね。今本当期待の白身の一つなんですけど、取れてない。誰だろう。あ、おはようございます。はい、コショウダイ。コショウダイも少ないですね。大概ねこいつ9月ぐらいでもまだ上がってくるんですけど、今はねないのがおかしいぐらい少ないですよね。はい、こちらにもハモが少しだけ、ちょっと小ぶりですけど、まあ、値段は小ぶりじゃないと思います。はい、こちらはコギスですね。
まあなんか久しぶりですね。私はね月曜日に1個だけあったやつをね変えたからここまでつなげましたけど、まあ、今日もね狙ってみたいと思います。相場はどうなんですかね。はい、そのほか小物はパラパラとありますけど、赤い裏はマナーが何枚か中サイズですかね。うん、このぐらい。当たりもわずかですね。うん、当たりもねちょっと前、あ、重たいね。でもこれいいね、オスやけど。これはよう入ってますね。重たい。ああ、これもまあまあ、まあ、メスもね打ちこだえてるいいやつが混ざってますんでね、オスだっていいやつはいいと思うんですけどね。まあオスはねやっぱ身とね味噌うまいっすよね。打ちこにこだわらない人は絶対オスの方がいいですよね。はい、その他見物とかね、まあ平太郎とかカマス。おはようございます。ブトエビ、こういった小物はねパラパラありますね。もう、わあすごいね。平太郎がすごいな。はい、タコ、これは小前ですね。小さいタコ、もうとにかくタコも少ないですよね。ちっこい、ちっこいタコがかわいいね。まあ大きいタコがいないです。取れてないですね。はい、また色もん中に形がいますけど、でかいねこれも。なんか昨日もそうでしたけど大きいですよね。赤たちもね普段よね。へえ、すごい。38センチぐらいありますかね。でかっ。小ギ数が少しと、あ、でもこうやって出た割には小ギ数やっぱ少ないですね。あんまり取れてないっていうかね。うん、ここにもタコがありますけどちっこいですね。はい、横筋増えた。お、これまた横越えてるね。ちょっと締まってますけど、こちらはブランド漁師さんの鈴木が久しぶりに出てきてますが、まあ数はやっぱ少ないですね。やっぱ取れないって言ってますからね。あ、どこ行ったんでしょうね白身ね。あ、高いでしょうね。はい、こちらはこの辺の車エビですが、あ、そうですね、やっぱなんかねやっぱサイズが小さいですよね。大きなんか取れてないっていうか、どうもね大きなんかいないらしいです。かわいいね。はい、活魚ですが、活魚もわずかしか出荷予定になってないですね。はい、こちらは車エビ。おお、これまた大入りのやつですね。ああ、2.5 キロくらいは入ってるんじゃないですかね。
まあそれもやっぱサイズがやっぱ小さめですかね。まあザリですけど、イオ入ってます。こちらはウマヅラ、これ結構中はパンとしてますね。ウマヅラって言ってもこれ1個しかないんじゃないないですよね1つだけ。なんじゃこりゃこりゃ。はい、この赤いやつはタコでしょうね。あ、かわいいかわいい。あ、タコはあるけど5枚。そうね。はい、こちらはサンバソウですね。あんまり大きくないですね。イシダイ小ぶり。おはようございます。かわいい。はい、まあ少ないですね。はい、競り始まります。あ、水曜日魚屋さんもちょっと少なめなのかな。1枚3000円、3000、2パー、2単位でもどれでも OK、1万3000、3000、2パー、2号、2号、2単、2000は300とか、2000は300とか、1個でよ、1個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 、
少なめですね、ハギもね。まあ水曜日はね、やっぱハギでも同じことなんですけどね。これそのままボーイ。はい、4500円。やれやれ、少しはね集まってきましたかね。まあでもね、一個一個やっぱ高いですよね。3つ、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 3つ
はい、基礎段が1番。はい、1番、これは7線。はい、7線。はい、8線。はい、8線、9線。はい、9線。はい、それじゃあね、競りもね、もうすぐ終わりですね。あと1箇所かな。はい、ということなんで、私も戻って頑張りたいと思いますが、水曜日の水揚げ少なかったですね。月火水とね、もう本当に少ない日が続いて、あー、ちょっと心配なんがね、この先もね、湿気が何日か続くらしいんですよね。困りましたね。このお盆前にね、湿気続きっていう風な予報が出ましたんで、あー、魚の辺、あの相場にもね、かなり変動が出てくるんじゃないかなとは思うんですが、あ、魚がね揃いにくいっていうのがもう一番やっぱきついですよね。どうなるんでしょう。今年のお盆はちょっとやばそうですはい、ってことなんですけど、まあその都度ね、しっかりあるものを揃えていきたいと思いますけど、あればいいんですけど、ないとね困りますね。はい、ってことです。まあとりあえずはね、週ももう真ん中に入りました。水曜日、今日も一日しっかり頑張っていきましょう。さあやるぞ。はい、それではね、戻って頑張りたいと思います。はい、水曜日の水揚げ今日も少なかったですね。あー、まあもう少ないとか、あの相場がね高いとかいう問題じゃなしに、もう魚がね揃わないですね。厳しいですよ、なかなか。しかもこの湿気がね続くっていうことですからね、どうなるんでしょうなかなかねやりにくいです。はい、まあね、あちこちネットワーク駆使してね、まあどこも少ないんでしょうけどね、まあでも集めていきたいと思います。はい、ということで、まあとりあえずはね、天気は良さそうなんでね、今日もしっかり作っていきたいと思います。はい、皆さんも今日一日をしっかり頑張っていきましょう。はい、高評価とチャンネル登録もよろしくお願いいたします。はい、お店到着です。少しね曇ってますけど、曇りよりは、風の方が気になりますね。結構朝から吹いているような感じがします。あー、どうでしょうかね、お盆に向けてね、湿気続きだとちょっときついですよね。おはようございます。はい、今日はポテトさんがね、あ、セクシーで胸元かわいいよ。私もこの前気づいた。あ、今日さ、めっちゃキスゴがさ入っちゃってさ、今日一競りでさ184匹入っちゃってさ、もう気がなんかちょっと遠くなりそうやった。これ料理屋さんの開きの注文。あとはね、頭もいでお店出します。お手がさ、もうシワシワになった、ね、すごい出た。
いただきました。これね、ナスビとピーマン、夏野菜とね、もも肉で一回こうサッと揚げて、で、なんだ、酢じゃないよね、あんかけじゃない、あんかけ風みたいな感じかな、適当に言ったけど、もっちゃんが出てきそう。これ大好評やった笛を、まあ、今日はこれから行き始めようかと思って。でも穴がさ、これ4つしかないけど、エーデルワイスをさ、チャルメロもできん、チャルメロもね、受けんよね、もっちゃん。どれに入れる？エーデルワイス、エーデルワイス、エーデルワイス、エーデルワイスぐらい吹いちゅかんやって社長言われたけど、いや、チャルメラじゃん。チャルメラ、チラリラリ、チラリラリリリリン、リリンリン、よし、行こう。はい、今の、はい、なんか高さ、高さ、ゴミ落ちてない、よし、行くよ、行くよ。で、昨日のね、今日はコメント紹介していきたいと思います。本日も、もっちゃんよろしくお願いします。お願いします。あ、ちょっと蓋だけ開けちゃって、ピッピッピッ。あ、すいません。8月1日はもうあれなんだ、明日、昨日のから、うん、いきますよ、はい、矢野様こんにちは。こんにちは。お惣菜美味しそうですね、はい、学生時代東新川に住んでいたので懐かしいですってよ。へえ、今どこっちゃってたね。リタイアして青山鮮魚の近くに住んだら毎日通いたいです。うーん、学生時代ね、通いそうです、通いそうです、いいね、いや、やっぱね、そうやって学生時代も懐かしいやろね、こっち来ちゃったね、うん、続きまして、うん、ジョリーさん、うん、511ジョリーさん、うん、です。はい、読みましょう。赤たちミコの帯って言ったっけ、うん、ミコの帯、大好きな魚ですが、こちら広島にはめったに漁獲されません。久しぶりに食したいです。それと、それと広島の PR 臨場班で申し訳ございません。コロナ渦から4年ぶりに宮島の還元祭が行われま す, とです、機会がございましたらぜひぜひ皆様広島へ来てくださいとのことです。夏休み入ったっけね、うん、宮島の還元祭っていうのがあるんだ。あの福島神社であるんじゃない。あ、もしね、近くに寄られた方はね、お祭りにどうでしょうか、うん、久しぶり、4年ぶりってもう盛り上がるやろね。すごいね、しかし4年ぶり、あ、そうよね、コロナやから、すごい、で花火大会もさ、あちこちでやるけど、いいもんね、隅田川のでもすごかったから、ね、うん、びっくりした、隅ちゃんが無休日って大変なことだ。そう、ちょっとしたことに敏感なるけ、なんか靴の中からなんか出てきたけさ、ゴキブリかなんか出てきたと思ってさ、足の中に入れちゃうけど、すごいびっくりした、見て、すごい大きい鱗やった、見て、すごい大きい鱗が入っちゃった靴の中に。ひーちゃん爪が生えたんじゃない。爪ね。びっくりしちゃうよ。ほら、こんなの出てくるけんね、お魚。家にもさ、
なんかロボがさ、いっぱいあったよね、なんかロボットしてる。そう、フローリングもやろ。入ってさ、ついちゃうね、なにこれ。ロボがこんなとこにあるやん。いや、着替えるけど、うん、他のどこで入っちゃうんじゃろ、どっか。どっかにひっついちゃうよ、うん、で、この辺ついちゃってさ、うん、手にさ、一応落としたぞ。あー、こことかくっついちゃうね。ポロッとしたのよ。なんでここに落ちちゃうってとこあるね。なんでって、わしか。他におらんもんね。で、あります、皆さん、こういうことね。続きまして、片柳さんです。はい、こんにちは。こんにちは、青山鮮魚の皆様。皆さん、暑い中、お仕事お疲れ様です。片柳さんもお疲れ様です。お疲れ様です。なかなか魚の相場が下がりませんね。全然上がるばっか、うん、大谷さんと元永さんの無駄のないテキパキとした動き、とても素晴らしいです。ポーズポーズ。曖昧食べて、曖昧食べる、曖昧で飲む。皆さん体調に気をつけてくださいね。あ、また他のスタッフの方々もちゃんと一応買うと。そう、そこよ。そこが大事よ。本当によく頑張っていますね。暑い中ね、揚げ物したりね、おばちゃん。朝から。油が顔に飛んでね、もう痛い痛いよとね。こうなっちゃった。もう暑いしね。やだやだ。やだやだ。八田さんでした。八田さん。やだやだ。あ、ダジャレ今の。やだやだって言ったの、八田さんって。ちょっとかけてないけど。全然ちょっと後から気づいた、ごめん。あ、続きまして、杉本のさあちゃん。さあちゃん、あのあれよね、あれよ、お祭りのさ、うん、あれどこのやつか、あれよ、あの土曜日のコメントか、うん、小川ちゃん元気そうでよかったですみたいな、安心しましたって、うん、まあちゃんが投稿していた川祭りは地元のかわいい祭りですって、灯籠流しや花火大会もありますって書いてあるよ。微力ですが毎年お手伝いしております。灯籠流しがあるんだ、なんか風流だね。さだまさし、灯籠流しっていう歌があるのかね、去年のどの歌だっけ。テープレコーダーやから、歌わしちゃうかと思った。どんな歌やったか気になった。リクエストを聞いてやめましょうか。杉本さあちゃんね、青山鮮魚の皆さん、お疲れ様です。お疲れ様です。今日初めて平太郎の唐揚げを食べましたってよ。売っちゃったんかね、スーパーに、うん、すごい。大谷さんが美味しそうに食べているから初挑戦しました。美味しかった、パクパク食べれますね、値段も安いからおすすめですねって、うん、本当ね、ちょっとただ口こう食べよったら、うん、ぐーっと食べれるよ。さあとね、水で洗ってね、あの片栗まぶすのかね、ここはまぶして、小麦粉か片栗かわからんけど、まぶして、うん、ほとんどで最後塩パーってやって、いや、まあ、パッて小さいけど、パッパーって相撲取りみたいにパッてやる。頑張ってくれ。簡単、早くても 4,5 銭でいけよ。ほんとこの魚すごいよね、うん。いや、なんもないもん、ただ洗うだけよ、うん、さっと洗って、パーッと粉つけて、パーッと揚げて、パーッと食べるだけってね。でも油が強いのにね。あ、続きましてね、富永さんいくよ。富永さん、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。青山社長、仕入れご苦労様です。タコ揚げみたいにどんどん高く値段舞い上がってますね、うまい、うん、これは参ったって。大谷ちゃん、ゼロカロリー、うますぎて夏バテ知らずですね。そうなんや。平太郎、むしゃむしゃ食べた、昨日多分、うん、明日から風が心配ですね、はい、こっちこうなりよもね、なんか沖縄のとこ行って、ま、今週もダメって。ダメやろ、うん、チケット。白ゴーヤ、じゃんじゃん育ってますって、いいな、白じゃないうち、なんか黄緑で、なんか富永さん、なんかマンダコースみたいな肥料使いようかな、 A 肥料、大きくなるやつ。でも日にあんまり当てちゃいけんって書いちゃったやろ。もう富永さん、そんないよ、こんなゴーヤないよ、でかすぎるやろ、すごい大きいんじゃけ、普通こんなんじゃないゴーヤって、うん、すごいよ、白、うん、真っ白で、あんまりね、ちょっと理想、ちょっとあれ、まあ美味しい、でもあの黄緑でもね、うん、美味しい。今度なったら持ってくるけど、ジャンジャンはちょっとなってないけど、まだちっちゃいけど。続きまして、杉本のまーちゃんです。お疲れ様です。
お疲れ様です。いります。耳以下少々高くてもいります。よろしくです。耳以下じゃなくてね、小以下、小以下、耳以下なかったですよね、うん、小以下はね、一セリ買って冷凍庫に入れてあるんで、金曜日ね、もしいればね、コメントください。一応置いときますんでね。一応まあ耳以下今いいよだけ、耳以下、耳以下言うとけ、多分もう台風で出てないだろうっていうけ、うん、小以下は一セリバッチリ取ってます、うん、お願いします。続きまして福田さんです、はい、立派なみこちゃん、赤たち大きいね、お刺身にしたら美味しかろうね。お刺身食べてこないね、唐揚げばっかり、うん、タコはチビばっかししか取れんち、チクゴチ文語水道、文語水道の漁師さんも嘆きよるばい。水温が高いのと台風が来よるけん、あんま全般的に取れんちゃろね、うん、皆さん台風気をつけんしゃいよ。大谷ちゃん、大谷さんつまみ食いするもんあってよかったね。お茶飲んでもゼロになるよ、なる、気持ちの持ちようじゃから。食いすぎたらつまらんばい、お茶で流すけ大丈夫。そっか、もう8月になったんやね、うん、早いね、早いね、もっちゃん8月、8月でもう、もっちゃん何月から入ったんかい、うん、去年11月、もう2ヶ月、3ヶ月で1年経つね、年季が上げる、今月も頑張っていきましょう。しょい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 って博多山笠、しょいしょい。次ははい、ハッタさんです。うん、ハッタさん、うん、ハッタさんよね、ハッタさんよ、よかったよかった、うん、間違っちゃうかと思った、もっちゃんが、うん、うんって言うけ、ごめん、言うてへんけど、最初の時に危ないもん。青山鮮魚の皆さん、お疲れ様です。おはようございます。丸尾漁港の競り見学に行きましたが、キス6杯、エソ3杯、タコ1匹、クルマエビ1杯でした。八百屋さんでレタス、キュウリを買って仲買さんに魚をください、あ、魚買いましたと報告、笑いました。青山鮮魚の皆さん、暑さに負けず頑張ってください、はい、八田さんも暑さに負けず頑張ってください。毎日ね、市場行ってね、うん、続きましてポテトさん、こんにちは。こんにちは、久しぶりです。京子さん、最近は胸元ピンクのマフラーマフラーじゃないよね、あれなんかね、あの、なんていうかな、あれで、涼感なんちゃらかんちゃら、涼感タオルみたいな感じよね、あれ、あ、濡らしてるやつ、濡らしたら、濡らして回したらすごい涼しいやつよね、あれ大変色っぽいですね、うーん、ますますファンになってしまいそうです。あ、久しぶりに投稿します。はい、明日もお待ちしております。はい、思いました、胸元セクシー。今日さ、朝ずっと撮りよったんよ、やったらさ、ボタンがさ全部開いとってさ、丸見えやった、そっちゃん、でさ全部削除してさ、うん、途中からまた撮り直したんよ朝だけ結構撮っちゃったんよ。あ、そうなん、だけどさ、これボタンが2つもペロンって開いちょった、そっちゃん、ええやん、ミスが取り物じゃねえしでさ、レジの女姉ちゃんがさ、ファイじゃん、開いちゃらねってからさ、あの時なんかあるからね、え、て、あ、そうか、こっちから来るけ、そうそう、もうそれが出るんだ、ちょっと丸見えやったね、もう胸元がセクシーどころやないよ、もうやけ、あの、それ見ちゃいかんっすよね、あの社長、ゴミ箱にね、あの動画捨てちゃるけ、もし見たかったら見るんやな、社長、ゴミ箱に向かったよ、動画見んでよレアモン、あれレアモン、レアフライ犬は小イワシとか取った方がダメやった、うん、全部ダメなった あ、小川ちゃん、あれよ、持ってきてくれたよ、もっちゃんが例の高島さんからさ、夢の実のいただいたさ、
この梅シロップの後に出たね、梅からね、種を全部取ってね、見て、実だけになっちゃう。お母ちゃんのためにこれ。明日取りおいで。絶対今夜暑いけ。ちょっと食べらしてやでも。ちょっと濃いよ。本当。うん。なんかさ、スプーン持ってくるんだよ。はい。何日か食べたでかね。これね、昨日はね、梅シロップ入れて、うん、それにこれ入れてね、お菓子とか全部溶けんけどね。なんか最初。で炭酸で割って飲んで。メカブかと思ってます一瞬これ高島さんこんな感じにしてくれた。うん、やっぱ美味しい。うん、梅って感じ。うん、で、蜂蜜はあんまよく入れてないんだ。これもうおやつで普通にヨーグルトとか入れてもいいかもしれない。昨日ヨーグルト、でもね、ヨーグルトね、あのこれを入れすぎるとちょっと強すぎるから、この割合をやりながらヨーグルトを足していったら、ちょっと入れてみたい。高島さん最高これ、うん、ほらさっき2杯ぐらい飲んだ。朝と昼飲んだこれ、奥さんと2人で。私が帰ってからね。ママよかった、今日も無事に終わったね。終わった。ではまったりしちゃったので本日もこんな感じで終わろうと思います。皆様もね、暑いですけどまだまだ暑さどん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 広がりますから、ね、体調気をつけて、いっぱい食べて、いっぱい寝て、明日もぼちぼち頑張りましょう。頑張りましょう。頑張りましょう。ということです。もっちゃん終わりにしますよ。はい、お疲れ様でした。はい、ではまた明日お目にかかりましょう。かかりましょう。台風気をつけて、風強いんでね。ありがとうございました、本日も。また明日お目にかかりましょう。ご清聴ありがとうございます。さよなら、もっちゃん。さよなら、さよなら、おやすみなさい。さよなら。お上品な感じでした、今日。うん、別の番外編。また2時か。どこ行くんか。うん。今日はね、社長にね、あごと昆布のだし、粘りっこのとろ、麦とろ丼をいただきましたのでね、ちょっとお昼ご飯食べて帰ろうと思います。これね、さっぱりして美味しいよ、もっちゃん。うん、もっちゃんはね、紅鮭おにぎりもらいよって。紅鮭、定番でしょう。もっちゃんのね、今日のね、収穫はね、紅鮭収穫はね、これとタコのね、端っこをもらってたよ。これおつまみ、ちまちま食べなさい。ちま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 食べるの、うん、これをね、ネバ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 、山芋ネバでましてね、お昼ご飯に食べるの。ついけね、山芋パワーじゃ。山芋パワーじゃ。そうじゃ。こんな感じで。さあ、よしよし。あら、美味しそうね。食べて帰ろう。福田さんもいいよんじゃない？お嬢、ネバネバ鍋よ食べよんちゃうのよね。鍋なもういいや。いただきます、社長。飲み物じゃな、これ。うん。うまっ。あ、スープ？ゴシゴシ。もう紙にさ、力がないかな、うん、缶切る方がいいんじゃない？あ、 CM しようじゃん。あのね、人間の頭髪って、まあ、あの毛の数っていうのは総年数に変わらんの、うん、で、おいっす。何しよん、眠たい。疲れた。今動画撮ってるけど疲れか。ごめんなさい、野口くん来た。野口くんね、7月の31日のお誕生日やった、うん、言おうと思って忘れとったよ。何を言うの？42歳になったよ。まあ、もうどうぞ。酒臭っ。しかも朝起きたら警察に残された。車の横にちょっと立って前を運転するの。
怖っ。クモの子の人たち。怖いじゃね。ちゃんとせんにゃ。何時までですか。何時までだ。梅ジュース飲む？梅。無理やわ。なんで？梅ジュースです。いろいろ。わ、ピピ。やば、やば。もっちゃん風邪うつしたら死んでしまうけやめてよ、もっちゃんにうつすの。クーラーつけたら、ブッサを見てクーラーつけに行きたい。ほら。うまっ。いやいや。暑い。わ、すごい高いわ。すごい。これ絶対まずいんだよ。何時まで帰れる、それで。よう来たね。うん、なんか、ま、年に何回か高熱が出るね。あれはちょっと寒い時やったけど。社長、ごちそうさまでした。また明日も頑張りましょう。うん。